西京極に新しい店ができました、ラーメンデコというところだそうなんですが、ラーメンバーということで、お酒も飲める、ラーメンだけ食べに行っても OK みたいな店でございます。三宅のロックを早速いただきました。でこれもやしナムルって書いてあるんですが、あのラーメンのトッピングとかであるような、もやしでですね、これが非常に美味しいですね。これでビールなんか飲みたい感じでございます。これもうほんまに素晴らしいです。でお酒がいろいろあります。結構いろいろ500円で、洋酒系は600円でもあのカウンターの右の方にいろいろありました。もうバーぐらいいろいろありましたね。でこれがラーメンの、メインのラーメンの、750円のメインのラーメンです。チャーシューは炙ってあります。でこれちょっと麺少なめにしていただいたんですよね、お腹いっぱいだったので。でこの量でございます。であの今の感じのいい感じの、麺です、麺です。美味しいです。であのスープもですね、あの魚介系の、出汁で、無花鳥ということで、本当にね、なんていうんですかね、スッと入ってくるラーメンといいますか。 でもちゃんとあの旨味というかパンチもありまして、いやこれはちょっと帰りに、もし、まあ、メインでも OK なのですが、行きたい、お店ができました。西京極の名店デンデケと、純ちゃんの、隣でございます。元ムギムギさんっていうあの居酒屋さんでしたね。ムギムギの大将も大将だったんですけども、この大将もデコの大将もすごいいい人で、よく喋っていただいて本当に楽しい、夜になりました。チャンネル登録はこちらでよろしくお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。Thank you.